高校時代から、技能五輪部っていう活動を行ってきたんですけど、そこで先輩方が、金メダルを獲得しているというのを見て、自分も憧れを持って、技能五輪を始めたんですけども、1年目で銀メダルを獲得して、2年目で金メダルを、自分の一番目標にしてたのを獲得できたので、とても嬉しい気持ちと、また一緒にやっていた先輩選手や技能五輪の指導員の方々にとても感謝の気持ちが思いました。自分は訓練の中ではあまり溶接をする方ではなかったんですけど、一回一回無駄にしないで行う訓練を行ってきました。いち早く現場の方々と同じような仕事ができるように一つ一つこなしていき、早く現場で活躍できる人間になりたいと思っています。技能五輪はかなり辛い部分もたくさんあるんですけど、最後にはしっかり結果もついてくると思うので、諦めずに一日一日頑張ってやってみてください。